受注式展開します。タイガー桜井です。そしてヤモです。ハラの世界のザキヤマです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、はい、逆転するには、新イベント来ました。はい、来ましたね。今回からですね、ちょっとイベントの着方がね、はい、変わりましてね、はい、変わりましたね、はい、エクストラパックボリューム1と、はい、最重の登場の祭典、はい、登場の祭典でございます。今回、まずガチャキャラが9体追加と。おー、9体一気に、一気にね、うん、9体のキャラが新登場ごそっと、はい、なんでなんかあれですよね、前1体ずつだったから、そうですね、ちょっとなんかあの引きづらいというか、うんうん、なんか1点狙いになりがちだったけど、うんうんうん、結構幅広く ね、 そうですね、新キャラが出るようになりました。いいですね、それは、うん、いうことですね。あとですね、決戦イベントが6個、うんうん、これも盛りだくさんと、うん、6個一気に来ました。はい、ボーンボーンボーン、ほんとだ。で、A3 個 B3 個ね、そうですね、はい、B 本も追加されたと。そうですね、 B の決戦っていう初ですよね、うん、初ですね、なかなかですね、結構 B 駒も重要になってくるんじゃないでしょうかと、おっと、うん、いうところでございます。はい、じゃあ早速ガチャキャラ見ていきましょうか。はいはい、まあ、各属性ね、はい、S、A、B で1枚ずつ、うん、各3枚ですね、ですね、はい。では、まず神属性の S 駒、アギラくん、アギラさん、はい、これ見た目剣持ってますけど同心なんですね。同心、あ、本当だ、同心なんですね、これね、うんうんうん、同心だ。同心ってどういう意味ですか。なんかあれなんですか、魔法使い的な、あ、どうなんですかね、分かんない。でもなんかちょっとあの杖とか持ってそうじゃないですか、同心って。まあ確かになんか精霊使い的な、あ、分かりますわ、感じ、なんか召喚、召喚とかしそうですよ。そうそう、そう、まあ、印象的にはね、印象的です。そうそうそう、肉体派なんで、肉体派な同士で、はい、はい、はい、というかちょっと進化後ですが、はい、進化ですが、あ、お、な、でもやっぱ使ってますね。やっぱ使ってるよ。でもこれケモツカじゃないですか、これケモツカ、ケモツカ使いんじゃないですね、じゃないですね、同士なんですね、同士なんです、はい、まあ、あの狼スピリットを使って、ね、狼スピリットかっこいい、はい、でその狼スピリットので、はい、スキルがね強い、うん、そうですね、はい、最大 2.2 倍のでかいですね、バフですね。トニトロスさんでしょ、はい、トニトロスさんです。 2.3 だよね、あ、 2.3、あ、スキルは 2.3 でしょ、スキルは 2.4、 あ、これ4になります、あ、 2.4、 トニトルスは、トニトルスさんは結構やばい、そう、トニトルスはちょっとで大きいんです、あ、そう、うん、すいません、比べるとこ間違えましたただあの紙デッキとやっぱめちゃくちゃちょっと倍率が、うん、なんだ、いくつ以下だ、何倍以下だといくつってのはちょっと分かんないんですけど、うん、後半に出せばとりあえず強いっていうタイプの、うん、そうですね、素出しで、そしてコンボも、これは、回復なのでね、そうですね、うん、あの使いやすいのでは、そのあの出した後に回復で戻すみたいな、うんうん、あ、なるほど、しかも駒の総数なんだね、ん、豆の駒の総数、あ、そうだね、アマテラスブリス、アマテラス一緒、うんうん、あ、総数、迫力は、うん、神だけじゃない、あ、いや、表になってるやつじゃない、総数なんだ、これ強いっすね、うん、強いっすよね、これだいぶ強い、回復量はかなりのものだと、まあ、ただその神の S 駒としては若干 HP が低め、まあそうですね、ではさすがにね、うんうん、って感じですけど、攻撃的ってことで、まあ、総じて強い、うんうん、かなり強いですね、目玉ですよ、ね、はいいですね、はい、そして、はい、ドルシー、この方も同心ですね、はい、うん、ふざけんなよって感じなんですよね、何ですか、いや俺せっかくクイルクエン出したのにさまただよ、またちょっと桜井さん欲しい色がね、だからなんか進化したら元気っ子になるよ、うん、そう、元気っ子なんです。でこの子の能力が、はい、結構面白い、そうですね、まあ、たまもの前スタイルですよね、うん、そうですね、ただまあほぼほぼ素出しで出せる、うん、あ、そういうことですよね、うん、まあ、デッキをそう組めばね、うんうんうん、もうこの子が入ってるならまあ素出しで発動しますよ、そうですね、でコンボスキルが、これ結構使いやすいというか、これあの、うん、まあ、あれですね、スキルレベル1のカーリーですね、そうか、あの、うん、あの 90% なんで、まあ、なんかあれですよ、強いんですよこれ、1.9 倍バフと一緒ですから、うん、はい、あれなんか単純に、ね、本当にあれですね、本当いろんな戦い方できますね、この、うんうんうん、アルマゲーさん、こちら S ですね、え、かっこよくないですか、この絵すごいよ、本当がやばい、爆炎山ですけど、爆炎山が 2.2 倍と、倍率はもうマルガレータもね死のっていう、うん、まあマルガレータ 2.3 か、でも倍率相当高くて、マルガレータはね攻撃力ちょっと低かったんですけれども、うんうん、素出しで先の方に出せばね強いと、うんうんうん、ってところですね、まあ、レジリーダーにして早めに引けたらいいなって、そうですね、うん、そして、コンボスキルがちょっとまた、最大 2.1 のささやきです、うんうん、はい、ただですね 1.1 倍ずつしか上がっていかないので、うんうんうん、結構 2.1 になるのは8枚9枚目とかですよね、7枚8枚目ずいぶんきつい、ちょっとね掛け算は分かんないんですけど、そう、ただまあその頃には多分どっちか勝ってどっちか負けてますね、うん、ちょっとさすがに最大火力は、出せないとは思います、うん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 、
なので単純に1.1 の佐々木だと思って早めに出したいって感じですかね、うん、といったところなんですが、英語も見ていきましょうか。そうですね、はい、こちら、フェリタプティ、これどっちがフェリタでどっちがプティだというで、またこれ左右が入れ替わるから本当にどっちか分かんないこれ何なんだろうな。ハピチアがこちらは普通のバフ、うん、はい、まあ、出した時に強くなると、そして、コハの方が強いですね。そうですね、うん、でコンボスキルのこの、ヒルブリスは実は英語マとしては結構破格の回復量だと思うんですが、スキルが170ですかね、これすごいですね、うん、すごい回復しますね、はい、はい、あのイベットじゃないや、イベットじゃなくてあのオデット、オデット、オデットより回復しますよね、うんうん、オデットも結構、コンボスキルで神英語マの中で一番、一番ではかなり強い方だったと思うんですが、うん、かなり、回復量は多い英語マだと。こういう感じ初めてな気がする。オーラ持ってて出してもコンボスキル使えるって。ちょっと待って、これオーラか、あ、オーラかこれ。俺今普通にバフだと思ってた。オーラだわ、今オーラだったから。だからさ、素出しで 1.3 最大3ってどうなんだろうと思ったらオーラか。そう、これ強いじゃん。そうで、出されてもなんかコンボスキル使えるっていう。それでこれ何量と組み合わせたらこっち出てくるんですよね。あ、手ごまにある間。そう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 、手ごまにちょっと俺全く読んでなかった今。そう、俺も今ガーって見て、あれオーラだなって、あれなんかちょっとおかしいなって、よく見たらオーラって書いてある。そう、よく見たらオーラだなって。えっ、やばいじゃん、なんかこれ初めてじゃねと思って。え、強くね、これ。これ強いっすよ。あれ、これ歴史、これ始まるちょっとこれからが楽しみな、楽しみ、楽しみ、楽しみですね、はい、来ております。そしてムラクさん、ムラクさん剣が刺さって痛そうですね。痛そう、バット逃げ切りバットですね、はい、能力が、はい、面白いですね、あの噛み合ってますね。そうですね、スキルの時は自分の HP が高ければ高いほど強いで、コンボスキルは、低ければ低いほど強い、うん、といった、感じですね。噛み合ってる、まあ、HP もアタックも覚えやすいのでね、はい、そうですね、1100 割となんかすっきりしてますよね。そうですね、計算しやすいっていうのはやっぱ強みなんじゃないですか、うんうんうん、確かに。そしてゼーレン、ゼーレンさん、はい、こちらが、竜の英語はですね、まあ、韓流ですね、韓流ですね。ちょっとあの、はい、男性としては4人目4人目っぽいですね、擬人、擬人化というか、あの人、まあ、竜、はい、竜人っぽい人、うん、スキルがなんと、まあ、先に出せば相当強いと。うん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 、でコンボスキルが、まあ、竜染め前提ですね、うん、はい、全ての時に 1.5 倍となんで、もうガチ竜派だったら入ると思いますね、あの、そうですね、全竜だったらといった感じで、はい、今回も、粒揃いといったところですね、はい、であと決戦の、はい、そうですね、はい、はい、じゃあマイヤ、マイヤちゃん、マイヤがね、ちょうど今来てるんです。マイヤちゃん可愛いです。うん、またクイルクエンの髪色一緒なんですよね、多分絵師も一緒なんじゃない。あ、本当だ。あ、かわいいわけだ、かわいいかわいいわけなんだよな。この子はであとちゃんと進化すると若干ちょっと服装がね、そうですね、霊帝状態になってくるっていう、ね、そうそうそう、あの、はい、まあ、霊帝ほど薄くはない、霊帝だいぶ薄いですよ、霊帝はだいぶ実は、ね、だいぶ薄いから、霊帝は実はだいぶ薄い。でこの子も同心、はい、おお、でこれはだいぶ強い、そうですね、1200がね、でポンって置いただけで1200回復するわけでしょ、うん、これ、まあ、10枚以上ですけど、だから今までこの数値出すためには結構面倒くさいリンクとかがあったと思うんですけど、確定でね1200回復できるのは、そうそうそう、だいぶ強いの。あと HP が高いですね。いや、これ強いよ。セクリッドプリストとか大変だもんね。あ、大変ですよ、セクリセクリはね、割と大変です。セクリ大変、セクリ結構大変ですといった感じで、かなり回復特化の英語は、はい、HP も高いしいいよ、うん、もう結構あの回復場だったらもう入れたいですね、まあ、スタメンレベルに入ってくるのかなと、はい、はい、そして英語はですね、このイーゲル君、はい、イーゲル君かわいい、ハリネズミですよ。これはハリネズミ、これはハリネズミですね、明らかに、うん、あ、これはハリネズミ、足ちっちゃいそうちっちゃいねでこれ進化後もそうなんですけど、これ多分ね、はい、初だと思うんですよね、このアイコンに全身入ってるっていうのは本当です、それでこの可愛いイゲル君は毒ですね、はい、サソリ方式の毒で、はいはいはい、175から50ずつ上がっていくよと、うんうんうん、なのでやっぱ最初に置いた方が強いですね。そうですね、なるほど、ね、そもそも275ってギリギリ使えるレベルというか、うんうんうん、まあ、英語版だったら400欲しあればいいじゃないですか。そうですね、うん、なんでまあ結構いいんじゃないかなと思います。でコモスキルはカウント系ですね、うん、そして、こちら竜のバルルクトロで、まあ、この子のスキルがまあ舞とか書いてあるんで、はい、なんですが劣ってるんや、まあ、リューパで強い、あ、素出しでまあだから 1.5、うん、まあ 1.5、 まあ1600ぐらい超えてるか、1700か800か、うんうん、1700ちょい、うん、なんで、いやこれいいですね、スキル、スキルいいですね、使いやすいよ、普通に強いですね。コンボはちょっとね、このもう、あー、これか、あー、これ系ね、これね、これか、あのね、あの心遣い系ですね、ダメなんですよこれ。
これダメなんですよね。心遣い難しいよね。難しい。相手よりも自分の駒が多いときか、なるほど、なんか心遣いコンボですね。そうですね、勝者の心遣いコンボ、基本的には相手より自分の駒が多いっていう状態っていうのは、自分がめっちゃ攻撃を仕掛けた後ってことじゃないですか、うん、そうですね。だから多分竜とは比較的相性がいい。あ、確かに相性が良さそうですね。あと、まあ原住民なので、次のそう、お鳥と、はい、そういうことだ。なので結構まあ、はい、今回その同心とか原住民が割と多かったので、うんうんですね、まあ、割とこの辺の駒が結構入ってくるようになるのかなというのが、はい、カップ戦ですね、次のですね。さあ、というわけで、はい、今回のですね、最重の当重の再起ガチャなんですけれども、はい、属性アップの、ね、期間がちゃんと設けています。はい、ありがたい、はい、なので、特に欲しい属性の火を狙って引くといいと思います。そうですね、はい、そして今日は、10月5日、うん、なのではフラットな感じで、はい、フラット、そうですね、みんな大体はい、偏りがないのでね、そうですね、うんうん、もう最初引くんだって、だ全部欲しいんだもん、うん、とりあえずね、そうだよ、全部欲しいからね、そう、フラット最高だよね、フラットが最高。じゃあ、はい、ザキヤマから、はい、行かせていただきます。一応狙いってありますか？ドルチェちゃんっすよ、もうもうどうして欲しいな。いや、だってもうあれ初手とかで出してね、さっき桜井さん言ったよね、アズレールでいきなりポンとか出したら、はい、めっちゃ楽しそうじゃないですか。めっちゃ楽しいですね。ウヤーイヤーイってなる。さあ、まあ最初はね、小手調べなんでね、はい、っていう感じでちょっとあの逃げ道を作っておいて、さあさあ、佐々木山さんのね、端末ブルらないから、ね、そう、ブルらないですよ、僕はあの、はい、iPad、 iPad だからね、 iPad だからね。まあ今回はね、そういう時もまだ新規 A もあると思うから、あ、竜宗平くん、竜宗平くんです。これあの、ね、BB 新 B ガトーのちょっとあの、うんうん、射程っぽい子です。アンキーなんとかでヤンスとか言いそうな、あ、言いますね、ヤンスキャラですね、ヤンスキャラ、すいません、わかんないですけど多分僕はヤンスキャラだと思って、僕は行きます。はい、竹山さん、ボックスいっぱいになりそうだな。あ、ボックスいっぱいになりそうだな。さっきね、ちょっとね、整理したんですよ、若干、はい、若干若干したんですよ、まだ甘かったさあ、頼むぞ。ブラックでろう。でもこんだけさ、コマ追加されると嬉し、なんか絶対新規出るから嬉しいですね。さあ、英語マ、英語マ新規来るか。はい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 、いけるか。もう一回いけます。もう一回、もう一回いける、もう一回いける。まだいっぱいなんだ、ま、これでいっぱいなんだ、これでいっぱいになる。ここでこれ S 出そう、 S 出そう、欲しいですね。あ、ちょっとこの人桜井式やってますよ。この中この辺で止まるんでしたっけ。あー、そこで止まるんで話す。おお、本当だ、いった。お、すげえ、勝手にさあ、どうだ。あ、この音は、この音来るやつっぽいよ。この音来るやつ、はぁ全然違ったはぁ、あ、でもこの子好きなんですよ。なるほど。あの、まあ見た目もそうなんですけど、うんうん、強くて、そうですね、毒強いですね。この子ちょっとスキルレベル上げられるんで、はい、嬉しいです。じゃあちょっと今回はここまでで、ボックスいっぱいなんで、はい、ボックスいっぱいなんで、はい、はい、じゃあ、宮坊いきますか。はい、いきます、お願いします。はいはい、では宮坊、はい、何がいいですか。全部全部、はい、いきます。でマジでね、ドルシーが欲しいかな。宮坊前回ダメだったんだよね、前回の。あ、でもカーリー引いてたわ。全然ダメじゃないか。全然ダメじゃない。ダメじゃない。怒んないでください。カーリー引いたじゃん。怒んないでくださいよ。もうそんな。俺もクイズ出てたじゃん。うん。さあ行こう。あれじゃ、僕があれか。あ、これ。実は俺ブルるんだ。そもそもブルってないじゃん。なんか音とかなんか変に聞こえちゃったよ。あ、これ前回のやつですね。あー、出ないな。アクアブル、アクアスプライト、ゴッドコインブリス、美味しそうな名前ですよね。ちょっと喉越しがね、うんうんうん、爽快そうな感じがまだいきますよ、はい、まあ、やブルーから、怖いよ、ブルーから大丈夫、怖いよ最近それハマってる いやでもまだフェリップティー出るかもしれないからフェリップティー出るかもあ、カエルカエル、かわいいんだけど。あ、どこ、あ、こいつ、こいつ、毒向こう、毒向こう
待ってこれさ、トマトかわいいんだけど、こんなんじゃんこんなんじゃん、いかにも毒持ってそうですね、これ、うん、すごい、確かになんか許せた、許せたね、いやでも触りたくない S でなくても許せたね、今、うん、多分俺だけ絶対かぶれますよ、いやいや許せないなだから俺こいつだって地面に行ったら踏むもんいや絶対変な汁出ますから、ね、残酷俺踏むから靴溶けますよ本当これ俺がこんなこと見たら、いやでもこんなサイズかもしんないからあそれやばい逃げる、さあマジ頼む、お願い本当お願い助けて、お願い、まあまあどうなるかな、アヌビス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 、なんなんでだよはいはい、ということでということでお願いします、はい、ポイズントッド、おめでとうございますあいつ絶対踏むわじゃあ私がしていただきます、はい、さあということで、ミヤボはポイズントードを再評価、評価してるんだよね、そう、あいつ強いよ250入るからね、スキルレベル1で、うん、B ゴマでね、そう、うん、B ゴマ上がるしでしょ、2体出られるから、B ゴマだと、うん、だからスタメンあるスタメンあるスタメンあるなさあということで、私も、はい、ドルシーちゃんが一応本命、一応、はい、かわいいしね、やっぱこれ、ね、あのこのバナーがドルシーのところに来たら引きます、勝手にそれぞれ言うからね、はい、今あげろさあ、でも俺知ってるんですよ、あのね、やっぱね、これ俺出ますよ、俺ブレるんですよ、だからこの前みたいにこんなすごい調子良かったね、はい、めっちゃ調子良かった、でもその時の勢いでやっぱり今ブレたから、おー、すげえ、うっそー、なんだよ、なんか嘘つく時の顔と本気の時の顔分かんないそういうとこあるんだよすぐ泣く、すぐ泣く、すぐ泣く、まあ大丈夫、でも今惜しかったあれ欲しいな出たんで惜しかったあー、まあ近いですね、属性的に近いですね、ちっちゃいし、もうね、そう、ロリパ組めますよそろそろあ、でも確かにそっちでね、僕、はい、なんだろう、組もうって考えたことがなかったんで、ああ俺惜しい、惜しい、確かにね、これでも引けちょっと引けるんじゃないかな、ロリパ、え、どっち、どっちの顔、これこれどっちの顔、これどっちの顔、これどっちの顔か分かんない、あー本当の顔だったあ、ブレスソーディアン、デネブ、ちょっと桜井さん、デネブめっちゃ持ってません、デネブめっちゃ持ってる、デネブすごいね、なんかデネブめっちゃ持ってると少ないと思うんですよ、うん、そうですよね、でもブレストソーディアは嬉しくない、ブレストソーディアはめっちゃ嬉しい、うん、ふん、エース出たね、いや、出たね、出るのは普通だから、あーロスか、あーあー、顔うるせえ。やべ、あ、今大丈夫、止めた、あ、これからか、あ、ほら、バンカリング買ったんだよ、よいしょ、おい、うまい、はい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 、よし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 、ダッパウルーン、わー、ウルングル、ウルングル、はい、ウルウル、ということで、S は出たけどね、 S 出た、はい、ちょっとかぶってしまいましたね、てか、新鋭出なかったな、そうですね、新鋭欲しいね、はい、さあということで、はい、ただいまですね、決戦マイヤー来ておりますので、はい、こちらですね、一回じゃあやってみたいと思います、今回挑戦するのはこんな感じのね、カドバフを持った、紙パ、紙パじゃないわ、リュウ、ちょっと待って、なんかリーダーおかしくね、リーダーどうしたの、リーダーおかしいよちょっと待ってね、いいよいいよ、何これ、そこはね、まあ大事だからね、リーダーどうしたの、ゲジェだよリーダー間違えたの、レジェットそれ、それ見た目似てましたっけ、そんなフレンドの人困りますよどうしたんだろう、あんで、タイガーさん、これなんかずれちゃったね、リュウ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 もレジェしかいないか、まあそうでしょうね、じゃあちょっと、それはこの時はルエドでいく、ガクト、さあ、マイヤなんですけれども、あのね、ステージ専用馬の70% デバフがうざいですね、うざいね、これ 70% デバフじゃない、 30% デバフ、はい、これで、まあ、攻撃力が 70% になってしまいますが、
ご利用しましょう。どうしようかな。関係ねえと。で結構角が取りやすくなってるんで、取りやすいというか角が多いので、そうですね、うん、角を角バフを積むといいです、うん、ここでいいかな。なんで左下の角だけダメージマスなの、わかんない、なんでこれできれば相手に踏ませたいですね。そうですね。さあ、まあこの置き方されたら下取れるんだよな。おお、ライズライズ、いけ、テラス、極級回復、あ、次角、はい、角が取れると取れます、取れますね、トレトニス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 、角、角トレトニス、角トレトニスして、しかもね、そいつね、ささやきだしね、そういいっすね、こいつ地味強だから、ステラドラゴン、ステラドラゴン、うん、いいっすね、来たよ、来た、はい、来たよ、回復しますね、これでいいね、1100、メットスキルマじゃない、本当は4段、ちょっと4段メットスキルマじゃないよ、あと1個あるね、あ、モリモリでモリモリでいこう、あ、今アルンイルンからのアルンでいけたな、きっとアルンイルンからのアルン、うん、うん、来た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 、これちょっと強い、あ、これ強い、ちょっと強いけど、アルンイルンからのささやきからのアルンでいけるから、これ盤面取ってますからね、いけますね、ちなみにこれあの終盤になると、これやばい、めっちゃダメージ、一番最後にネムカとか出してくるので、なるほどなるほど、はい、できればもう長期戦は避けたいですね、どんどん向こうも回復、すげえ、うわ、すごい、やっぱりリューパーですね、リューパーですね、やっぱりあの、うん、デバフかかってますけど気にしないでバッカけて殴ろう、はい、が多分早い、強いですね、でまあやっぱ紙のね、特攻を持ってるキャラが多いんで、うん、まああるんと。トリトネスを入れていきます、うん、相手置いてきやがった、さあ角を狙いたいですね、これは、まだ、あ、ダメージもすごいグレードアップしてる、本当だ、 B に B に出てる、これ初手どこがいいかな、ちょっとじゃあ、 あの左上に置いてくれることを望んで、展開そっちに展開してくれることを、うん、結構ね CPU 謎に左上展開してくることは、あ、これ角取れますね、あざあざ、じゃあ、そうですね、グローツーラングさん置きます、グロランとかね、グローツーラング久しく見てなかったこいつ歴史だから、こいつ歴史ですよね、うん、歴史だと、うん、グローツーラング優秀ですよ、優秀、だいぶ優秀ですよ、だいぶ強い、おお、おお、低い、いいとこ行ってくれますね、またですね、これはもう照らすしかないですか、これ照らしたら結構いきますよね、これ照らしていいかな、照らしていいんじゃないですか、照らそう、おっしゃ、ちなみにこれ照らせって言ってんですよね、照らせ、いや照らせですよ、照らせですよね、うわ照らした、強い、おっと、盤面取った、盤面取った、これもう、あー、ここで回復してくるわけね、てさあここで俺はよしよし、フィニッシャー引けるんですよね、フィニッシャーは引くけど、あ、もうこれ抜けるか、もしかして抜けないんじゃない、抜けるかな、でもこれあれなんですよ、多分ね、そろそろ向こうがあれ使ってくるんですよ、その素出しで HP35% アップっていうコマを、ああじゃあもうこれ使っていいかな、これ4000、8000で 1.2 多分ギリ届きますよ、これこれ抜けますかね、あるんですよ、いけるか、うん、はい、あ届かない、あ惜しい、これで次にあの、はい、アギラが出されるとですね、結構そうですね、これだ、まあまあまあ、こいつ何やってんだこいつ、やろう、そうで、これで、まあ、仮に向こうがアギラを出してきて神の特性を踏んでいくと結構やばいことに、確かに確かに、ダメージがやばいんですね、まあでもやばいそんぐらい強い、はい強い、リューパリ良さそうだね、そうですね、ですね、一応このデッキもコスト150で、組めるものなので、うん、角バフをねやっぱり、うん、そうですね、でいくといい、ちょっと補っていきたいですね、はい、なるほど、角を取った時に、あ、蜂蜜ゲット、嬉しい、はい、蜂蜜、まあいい、落ちろよ、はい、出た感じでございます、はい、はいはい、というわけで、いかがでしたでしょうか、はい、いつものようにこの辺に PC からご覧の方はチャンネル用登録用のボタンがあると思いますので、よろしければそちらからご登録お願いいたします、よろしくお願いします、スマートフォンからご覧の方は画面下概要欄の方からお願いいたします、そして、ファミツアップにこのままやっております、明日で今日ね10月5日なんですけれども、10月6日の20時から、はい、オセロニア生放送します、はい、いたします、はい、そちらですね、ニヒラさんも来ますので、はい、ケイジさんも来ますので、はい、ぜひチェックしてみてください、よろしくお願いします、お願いします、それではどうもご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、さよなら、バイバイ。